皆さんこんにちは。さあホットバージョンやってまいりました。八高原ヒルクライム3回目です、年々盛り上がっておりますけれどもね、本当にこれも皆さんのおかげです。ありがとうございます。まあ、昨年まではね、魔王のジェイズレーシング S2000 を走らせましたけれどもね、やっぱり殿堂入りの魔王がもう1台あるので、それもちょっとチャレンジしてみようかなということで、今年は藤田エンジニアリングの FD であります。峠最強伝説番外編八高原ヒルクライム行ってみたいと思います。どうぞ。そうだ、八高原を走ろう。もう一つの殿堂入り魔王ティード FD3S 八高原に降臨。八高原ヒルクライムは田島アルペンロードを封鎖したおよそ 2.5 キロの特設コース。タイムは光電管計測。一般道のため危険度は高い。南田島警察署の協力のもと完璧な管理体制で行われる。さあ今年はどんな走りが生まれるのか。魔王ティード FD3S 峠全開アタック八高原ヒルクライム。目標タイムはもう1台の殿堂入り魔王ジェイズ S2000 が昨年記録した1分14秒727。本番前日の様子見とはいえ440馬力の FR、 峠の神土屋といえどもプレッシャーとリスクコントロールが同時に襲いかかる。峠を走る上で一番重要なのはいきなり全開にしないこと。まずはタイヤを温める。そして自身の右足にこの日の路面ミューを覚え込ませる。ここで U ターンしてスタート地点に向かう。さあ1本目、タイヤが食わない。シフトが重い。1本目のタイム1分18秒953。1本目の印象は速いよ。やっぱ加速が速い。1分18秒953。まあ、タイヤ温まってないからそんなもんだろうな。18秒か。はい、18秒953。2本目、どうですか車の感じというか。車はいいと思うよ。跳ねたりはします？跳ねはない。ないですか。うん、ちょっとフロントがロール大きいかな。あ、減衰はまだ締めれるんですけど、うん、フロントちょっと締めよう。わかりました。あ、ジェイスよりあと2秒。今4で来てるけど、うん、3を使ってみる。はい、3本目いきます。フロントは3つ締めたんで。3本目、
もうすでにマシンには慣れたか。 SG 区間で3速をしよう。さあタイムは1分15秒627。あら3速使ったのに。マジか、ジェーズ速い。やっぱコーナーかな、タイヤかな。ジェーズ速いな。どうしましょう。後ろがちょっと動くかな。動きますか、うん、じゃあもう少しバネを硬くするか締めるか。締める方でいけると思う。はいはい。あとスタートして1から2に出るときに引っかかるんだよね。ああ引っかかりますか。だからそこでちょっともったいないかな。はいはい、はい、分かりました。ちょっとじゃあそれもやります。あと1秒。お結構あれなんですね。じゃあいや今は結構攻めたよ。やっぱタイヤかな。タイヤは052のユーズドを使用。ジェーズの方がパンパンパンってこう S 字でもいけるんだよ。富士山のこうちょっとこう残りながら行く、しっとりしてていいんだけど、ジェイズの方がこう S 字なんかは切り返しは早い、まあ、タイヤの差もあるかもしれない。ジェイズの方がもうちょいグリップして向きの変わり方も早かったような気がする。あと1秒。あ結構いったんだけどね、今3速使って本番セットでいったんだけどね、最後1秒落ちか。はあ、なかなか難しいね。あの魔王だって俺の前川みたいだもん。その癖を分かってるもん。来年はじゃあ谷口呼んでバトルやっちゃいますね。やってみる。危ないでしょ。危ないジェイズはやっぱこう切り返しが早いな。 S 字のタイヤの差もあるな。明日の本番へ向けてタイヤはミューを装着。迎えたイベント本番。八高原は昨年以上のにぎわい。ドリドリの熱い走りを生で見ようというギャラリーが駆けつけてくれました。軍祭ではジェイズと同タイム。八高原にかけるその意気込みは。まあまあとりあえず一番になりたいっていうのが、はい、ジェイズさんのタイムは当然抜きたいですね、はい、それも相当抜きたいなっていう、はい、そんな感じですね。今回のスペックは440馬力。その変更点は、タービン変えましたぐらいですかね。で足は、最近もう全部リニューアルしたんですね。だから今販売してるものと同じものがついてます、はい、今回の手応えは、昨日時点で実はもう抜けるかなってい こう甘い考えだったんですけど、ちょっとタイヤの機能しなくて、タイヤがなので今日はフレッシュを入れて、あと雨が降らないことを祈るしかないかなっていう、そんな感じです。軍祭最速のプライドにかけ、ここでも最速を狙う。さあフレッシュにかけます、うん、あと土屋さんに、はい、そんなうまくいかない。ドラマじゃないんだから。撮影チームあと5分で移動開始で。ドラマじゃないんだからうまくいかないっつうの。うまくいっちゃったりする時もあるんだよな。さあそれでは藤田エンジニアリング魔王号行ってみたいと思います。ジェイズを上回れるかどうか行ってきます。この日は明け方まで雨が降ったが、路面は乾き始め、午後にはほぼドライに。
土屋はニュータイヤを慎重に温める。さあどうだ。フロントタイヤ熱入ってくれよ、頼むよ。でも去年よりみんな1秒落ちなんだよね。路面が悪くなってる。この路面が悪くなってるのがいいのよ。舗装し直しちゃダメですよ峠は。1本目S 字区間は三速を使用。まだフロントが来ない。2本目かな、フロント来るの。フロントの入りが良くなればもう1秒上がる。タイヤ温まんないね。フロントがね、フロントの入りが遅い。115。何秒？1分15秒355。フロントが入ればな。もう一本行こう。了解。フロント熱欲しいな。内圧は上がってるんですけど、多分表面がまだグリップしないような感じで、ちょっとフロントの入りが悪いみたいですね。路面はほぼドライだもんね。まあ2本目はもう少し温まると思うんで大丈夫だと思うんですけど、例えば14秒なら早いですね。早いですね。14秒入れよう。あ、難しいな。二速の入りがもっとスコンスコン入ればな、コンマ5秒は上がるよ。難しい。これは難しいよ。2本目。ドリドリ曰く、ここでのシフトアップでタイムロスがあるとのこと。4速7000回転というハイスピード区間がある八高原はやはり空力も重要になってくる。しかし速い、これはヤバい領域だ。ギャラリーコーナーを越えると連続する S 字区間、ここでは若干ロールスピードが気になるとのこと。ギャップもあってやばいっす。
タイムは、これはいっぱいいっぱいだな。縮まるところがない。なんだ、縮めるところがないな。 S 字の中のオフが長い。タイム1分14秒649。おー、やった。よし、もう一発行こう。あった。とりあえず、うん、やばい、やってみよう。去年より路面が悪いにもかかわらず、ジェイズの魔王をコンマ1秒やっつけました。いやー、いっぱいいっぱい。やっときましたね、はい、やったね、はい、ブースト、ハイブーストに上げました。これでいってみます。よし、 0.1。 コンマ1だよ、コンマ1。されどコンマ1だけど、去年より路面悪いからね、これみんな1秒落ちだから、参加者。いや、そう考えたら全然いいよ。まあ、コンマ1号上げたんで、まあ、1号でまあ500弱ぐらいになってるんで、ちょっと上がりすぎの可能性もあるんですけど、ブーストに耐えろよ。俺も頑張るからさ。10秒前。これがラストアタック。遅れた。ラストアタックでスタートミス。これはハイブーストの成果。しかし土屋は踏み続ける。自分の走りと魔王を信じて。500馬力の FR で八高原を攻める。峠の速さはいかにアクセルを踏み続けられるか。峠の神も戦っている。ミスった。どうですか、ミスった感じ。あんま変わんないよ。あんま変わんないですか。うん、スタートミスった今。あ、そうですか。書いちゃった。タイム1分14秒144。おー、すげー。ありがとうございます。よっしゃ。この男、またドラマみたいな走りを見せてくれました。14秒1は早い。いや、早いわ。よかった。ああ、まだこれで頑張ります。はい、よかった。藤田エンジニアリングはこれで1年間は威張れるよ。もう世界に対して威張れる。これで梅ちゃんに火がつくかな。いや、早いな。乗ってるとさ、ハイブーストでもあんま変わんないんだよね、こう、はいはい、コントロールしてるから。もうそれなりに上がってるからだ。だけど全然ハイブーストって感じしなかったな。だからスタートミスった。やっぱこう2速引っかかってよかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。14秒1は早い。いや、ちょっとドキドキしたんですけど、よかったですね、とりあえず。いや、もう、まあでもちょっと、
ね、ギア比の問題とかいろいろあるんで、まあまあまあこれよりもう少し上げれるなら上げれるように対策していきます、はい、ダメなとこがあるっていうことは上がるっていうことなんで、はい、いいと思います、はい、よかったです、ありがとうございます。楽しいですね、はいはい、もうドキドキしますけど楽しいです、はい、ありがとうございます。まあ、やっぱりこの兵庫県の八高原ヒルクライムっていうのは年々お客さんも増えてるし、まあギャラリーの皆さんがすごいですね、コーナーにね。で兵庫県警もちゃんとこう管理してくれて、なんと昨年は市議会議員の方でしたけれども、今年はなんと市長さんまで出てきた。この町おこしは本物だぞっていう感じがしました。まあ夏場なんかね、ここすごくいいところだと思いますよ。子供連れて遊びに来たりね、本当にこう自然を楽しめる場所だと思う。でやっぱこうこの季節になるとこのヒルクライムね、そういうのが行いますので、これがね年々年々ちょっと大きなイベントになっていくんじゃないかなっていうのは今年感じました。皆さんもぜひ来年の八高原ヒルクライムお楽しみに。殿堂入り魔王、軍祭で鍛え抜かれたその実力見せてくれました。来年は何が起こるのか、もう今から楽しみです。